恵みをめぐっては食材費の過剰徴収などをしていたとして、愛知県と名古屋市が事業者指定取り消しなどの処分を出し、厚生労働省が連座制を適用したため、全国およそ100の施設も順次運営ができなくなります。このうち名古屋市緑区のグループホームは今月末に指定取り消しの期限を迎えます。このグループホームについて恵みは、市内で老人ホームなどを運営するケアサポートに譲渡することを決め、昨日利用者の家族らに説明しました。非公開で行われた説明会では、恵みとケアサポートの職員から譲渡後もこれまでと同様のサービスを提供することなどが伝えられたということです。具体的にその譲渡のお話の説明がありました。これまで通り、従業員も引き継いでいきますとか、あと、さまざまな利用料ですね、そのサービスのあり方とか、食費とか家賃とかそういったものもですね、これまで通り維持していくので、ご安心くださいというご説明。娘がこのグループホームを利用しているという家族は、まだ多少不安はありますけど、これから継いでもらうという上でどういうことになっていくかね。市は指定手続きに向け書類の確認などを行っていて、指定されれば今月末からケアサポートによる運営となります。